こずチャンネルいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれると嬉しいなと思います。まあ渋沢栄一が盛り上がってきたんですけども、うん、なんと1ヶ月休みなんですよ。ああ、せっかくこの前大政奉還の話したので。まあね、家康さんがね、うん、もう無言でね、なんとも言えんような顔してましたから。うん、ああ、俺の時代も終わったかと。まあ天の天から。なんかちょっと、ああいうドラマで連載で1ヶ月も休み、空白空くと、そら、辛いやろな。まあほんでまあ自分の作った江戸幕府でしょ、うん、それがなくなった瞬間なんで、うん、あーってこのなんか無言の演技がこの北尾金也の演技が素晴らしいと思います。なるほどな。いやこの前ちょっと大政奉還の話した時にちょっと言い忘れたのが、大政奉還の直前に薩摩長州が画策して、うん、天皇に倒幕の密勅を出させたっていうこと。天皇ということは明治天皇ですね。明治天皇この時は、うん、でこの時は、うん、そのもともと薩摩は、うん、途中から方針が変わったけど前、勝海舟に言われて、長州とくっつくようになって、うんうん、それまでは薩摩というのは長州とは敵ですよね、うん、敵やったけども、うん、もういよいよ倒幕の方へ両方とも向いたわけやな、ほんで結局それがうまいこといくようにいろいろ画策をしてる中で、土佐とは結局 OK 言わへんだら、大政奉還 OK 言わへんだら倒幕しようというようなつもりやったわけろ、ええ、で結局土佐があんまりその山内陽動に乗り切れないっていうこと、うん、だけどもそれにはごっつ執着があるわけや、うん、薩摩はな、ええ、それから言うので、でそれと長州はとせっかく仲良くなったけども、うん、長州は朝敵になってるから、それから藩主親子が官位を剥奪されたままになってるわけ。あ、まだ回復してないですね。な、はい、ほんでせやから言うので、長州の、大久保利通が、うん、長州の人間連れて、うん、ほんで岩倉具視のとこへ屋敷行くわけや。あ、ほんで屋敷でとにかくそのなんとかその長州の藩主の赦免やな、結局許してもらうように官位剥奪したやつを取り消してもらえるように。この頃って岩倉具視ってまだ冷や飯ぐらいですね。そうそう、まだだからものすごい下っ端なんやけども、うん、これがもう倒幕派になってるわけやんか、ええ、ほんでそれをその岩倉に相談に行って、うん、で岩倉からその沙汰書って言うて結局官位剥奪を取り消してもらうようなことをやってもらうわけや、ええ、ほんでその後その岩倉は下っ端やから結局上の公家にそれを話しするわけやな、まあ、取り継いですね、要は、うん、取り継いでるわけやな、うん、ほんで明治天皇と中山忠義っていうのと、うん、それから荻町三条っていう公家と、うん、それから中帝常幸っていう奥家さんと、この3人が寄って明治天皇と話して、うん、ここで倒幕の密勅っていうのを出すわけな。でこれが本来この時摂政は二条成隆っていう奥家さんで、これが摂政やから、本来摂政いたら天皇の、ほぼ助けるわけやから、もう、ね、これが一番手のはずやんか、ええ、だけどこれはあれと慶喜のいとこになるね。あ、そうなんですね、うん、それはもうそれは徳川よりですよね。ほんで徳川よりは完全にな、ええ、ほんでその時 の, もう一人中川の宮って後に茅野宮ってなったり国の宮になったり名前がいろいろ変わる人があるんやけど、ええ、これなんかも完全にその慶喜よりで、8月18日と政変を画策したような人やから、うんうん、だから本来その競技戦なら奥家さんとしてはそこらが入らないかんわけやけども、ええ、それには秘密で、ほんで明治天皇と3人話するわけ、うんうんうん、でその3人のうちの中山っていう奥家さんは明治天皇のおじいさんになるわけ。おお、そうなんですね。娘が明治天皇を産んでるわけやから、あ、なだから中山っていうのがこう主導して、うん、でまだ明治天皇16やからね、ええ、だからまあ結局本来分かってないというか、結局そのおじいさんはじめその3人に言われて、うん、ふんふんちなもんやわな、ええ、それで結局倒幕の密勅って言って、結局薩摩と長州とに対してそれぞれ慶喜を討てっていうような、うん、だけどこれ密勅要するに詔勅やから、うん、本来そのいろんな手続きがあるはずやん、ええ、どうなったんですかそれっていうのは例えば天皇がそれ草案を作って、うん、それに蚊とか不可とかいう蚊な、うん、
かっていうのをパッと書いて、うん、それから判を押すと。あ、ね、そういう、ほんでそれから太政官の連中がそれに協議して皆名前書くと、うんうんうん、この3つが全部欠けてるわけや。あ、もうだからもう速攻で作ったんでしょうね、うん、そう。ほんでこれの下書きは結局岩倉の腹心の玉松美沙夫って、これはもともと第五次の盆参になったりして、うんうん、でそこでトップになった時に第五次改革しようと思って皆に嫌がられて、結局お寺掘り出されて、それで結局岩倉の腹心の部下になったっていうような人が。ああ、なるほど。でこれがあの国学者で文章がうまいから、でこれにその密直 の草案を書かしてるわけやな。あ、それでそういうなんでやって、10月の14日13日に相談して、うん、14日にそういうのを出してる、ええ、その14日の夜に、ええ、慶喜は大政奉還のですよ、ね、あれを出したわけな。ということは情報を察知してたんですね、うん、だからおそらく情報がね、ええ、漏れてるんやと思うけどね。じゃあ出る前に動いたってことですね。そうそう。ほんで その前に、まあ、大政奉還の勧告を山の内容でやらしに行ってるからね、うんうん、その間に、まあ、何かでも漏れてるんやろ、ね、まあ、暗殺とか殺されかねんぞと、うん、ほんで慶喜は任してもどうせ命じてるのは要戦やろから、まあ、そうそうやろね、っていうつもりがあったからね、うん、かなり そういうで裏を書いたような格好になって、うん、で結局大政奉還出して、うん、で次の日には受理されて。ということはですね、うん、まあ、準備はしてたけど結構早めに情報察知してたんで、うん、焦って出した可能性もありますね。ということやろな。ほんで結局そのせっかくその密直を出したのに、うん、もうそれはあんま役に立たんようになったからいうので、ほんで10月の21日にあれはとちょっと当分お預けやと。あ、まあ、それは意味がございますからね、うん、ということで、うん、密直出した時にも会津とか桑名とか、うん、こういうのはもう敵やから、ええ、それも殺戮せえというあれも命令書も出してるわけやな。また物騒ですね、うん、でこれもまあ とにかく当分ちょっとお預けやっていう話やな。でこれは10月の20日で、で結局その間にまあ外交交渉なんかは幕府もやったりしてんやけど、ええ、結局王政復古っていうの大号令です ね大号令っていうのを、ええ、やることになって、ええ、なかなかね、うん、ドラマではすごい揉めてましたね、うん、そう。ほんで結局尾張と山の内と、ええ、それから福井の松田春が、うんうん、これはやっぱり幕府用意やからね、まあ、それはそうやりますよね、うん、ほんで結局その大号令して、大号令いうことは何や言うたら、うん、幕府をとにかくすぐ解散っていうことな、ええ、幕府を廃止する、ええ、それから摂政とか関白とかいうのも廃止すると、うん、いや廃止なんですね。うん、だから結局一番力も持ってたはずの、うん、その二条なんていうのも全然無力になってます。ということは、うん、二条潰しでもあったんですか。そうそう、それもあるわけな。あ、そうか、だから徳川の関係者から、うん、そうそこ結構重要なところだな、うん、ほんであとは結局総裁と議場っていうのと参与っていう、うん、その 三職っていうのを結局設置すると。ああ、もう新しいやつね。摂政関白の代わりに、ね、新しい名前ですね、うん、でこれが結局天下の公儀言ってみんなが集まって、うん、公家と武家と、うん、それから諸藩の藩士とか集まって会議をして、うん、いろんなことをこれから決めようって、うん、それからみんなで会議をして決めようっていう話ね。合議制ですよね。その中に、うん、徳川家とそれから幕府の人間とが、うん、除外されてるわけ。そうです、最初は言えろって言ってたみたいですね、うん、ほんで最初その慶喜が大政奉還したんも、うん、そのそういう会議を大政奉還したらそういう会議で決めようっていうことになってるわけやから、うん、そうするとそういう会議があったら奥家さんは別として武家とか幕府とかの人間入ったら当然自分が議長になると思ってるわけな。もう揉めますね慶喜は。ね、やぶのに。ああ、そうそうやね、うんうん、それから自分の思い通りにその会議になったら、うんうん、また前に司教会議とかいうのもうまく慶喜が潰してる、主導してな。なるほど。それからまたそういうことでできると思ったら外されてるわけやな。そうですね、それ困りますね、うん、ほんでやっぱりその土佐とか福井それから尾張なんかは
その幕府のその慶喜を入れへんっていうのはものすごくそのおかしいやり方やって言うて、まあそうですよね、うん、でまあ抵抗すんやけども、結局まあその間まあいろいろ岩倉なんかとも揉めたりして、岩倉もちょっと弱気になったりしたことがあったりするんやけども、結局はまあ押し切られる格好やな。ってことは賛成がいっぱいいたんでしょうね。うん、でそれを古語書会議って、古語書というのは御所の中にあるところの古語書っていう場所でそういう会議をしたわけや。でその時にその扇町三条とか中山とか、そういうのが中でこそこそと話をしようと相談をしようとしてると、岩倉がその明治天皇のおる前で、そういうそのこそこそ話するなと。まあそうなりますね。と言うて、一括して、その、下っ端やけども、それで収めたりしてな。で、結局岩倉が結局、まあ、うまくやるわけやな、その辺。なんかそういうなんで、慶喜の支持する、方へはいかへんだやけども、だけども結局、その時に慶喜を打つべしで密勅が出てるから、薩摩は3000人連れて上洛してるわけ。京都にいますよね。まあ、うん。で、だけども、ほんで他のとこへもそういうその慶喜を打つべしっていうことで、いろいろ召集かけんやけど、他の大名なんかみんな様子見で、みんな動かへんわけな。ああ、そうですね。うん、で、結局そういうなんで、それをなんとかせないかんっていうので、いろいろ後工作していくのが鳥羽伏見の戦いに行くわけやけどな、ね、それ行くまでの経緯は江戸城に火つけられたりいろいろされてるんですね。そうだからその辺はちょっと僕ら西郷のやり方とかいうのはかなり陰険なやり方ですね、うん、もう慶喜が戦わざるを得なくなる状態になるわけだ、そうだからまあそういうなんで江戸を混乱に陥れて、それで結局まあ言うたさ幕府が怒らして挑発ですからね、挑発して、それで戦いへ持っていこうっていうんやから、かなりその西郷の考えっていうのもむちゃくちゃなやり方やと思うけどね。ああ、うん、なるほど。勝てば官軍で負ければ、勝ってしもたから何してもええっていう感じになってるけど、本来江戸市民をみんな巻き込んでね、そんなことしようっていうのはね、かなり悪質なやり方やと僕は思うけどね。なるほど、まあ、そこへんは博多大丸さんの演技に期待しましょう、まあそういうなとこが、今のとこらへんか。そうですね。いよいよ戦う寸前で、まあそうどうなるかはまあ1ヶ月後ということです。まあこのようにですね、まあ渋沢栄一がいない時にいろんな戦いが起こってるわけですけども、まあ敗戦奉還と王政復興の内容は結構面白いですね。それでなかなかね、その途中でその薩摩も長州と結びついたり、コロコロ変わるからね、だからもうなかなか理解がしにくい。そして王政復興の大号令も人間の動きがねすごいですね、もう徳川方とそうでない派とか、中立派とかがいて、その辺をちょっとずつ理解しつつ、来月のちょっと渋沢栄一のその大河ドラマを見てはいかがでしょうか。そうだね、皆様いつも見てくれてありがとうございます。1ヶ月後にまたやりますのでよろしくお願いします。はい、また会いましょう、はい、バイバイ。